ブルーを入れてあったんですけど、そのブルーをちょっと取っていきたいと思います。根元はそのまま残して根元以外をブルーを取ってきます。はい、では塗ってください。はい、お願いします。これでじゃあ20分ほど置きます。脱線して、こんな感じで抜けたので、ここからカットに入っていきます。お願いします。次はカットベースでいうと、はい、ウルフ、ボブウルフ、後ろをもう少し詰めて、横サイドを、もうちょっと切ります、はい、次にボブにしたいんで、まあ、あんまり後ろまで切り込まないんですけど、はい、はい、よし、お願いします。つくかつかないかぐらいの、はい、長さで、パンもかかって少し上がるので若干長めに切ります。まずは上までワンレーンで、そうですね、はい、ワンレーン切ってサイドレイヤー入れて、横を切ってき、サイドレイヤー入れてトップにもレイヤー入れてきます。そうですね、水平ですね。ゆるく前上がるぐらいです。はい。はい、サイドの、はい、前上がり切ります。さっきのスタイルで横が短かったので、そこをちょっとなじませるような感じで切ってきます。ハサミとレザーの使い分けってどうされてるんですか？なんか、顔周りとかちょっとこう柔らかく出したいところとかはレザーで切って、ライン出したいところはハサミで切るっていう感じで使い分けてます。
はい、前に引いて、はい、そうですね、はい、最初耳上ぐらいでつなげて、届くところまで前に引いて切ります。少し横を増やします。長さは変えずにサイドと少しつなぎます。はい、これもちょっと次のボブに影響ないぐらいでちょっと入れたいので、そうですね、ボンの窪下ぐらいのウェイトで、まあ、下はワンレンで重さは残したいので、はい、トップにだけちょっとレイヤー入れてきます。放射状に、はい、ぐるっと入れていきます。CMC つけます。の指数ですね。これで、紙の湿疹結合がブリーチしてる毛とかってのはなくなってる状態なので、そこをちょっと加強する目的で、指数を使ってきます。それをまず全体に、はい、全体につけて、はい、前処理のような感じですね。トリートメントっていう感じで使ってますね。玉液なんですけど、ちょっと細めのロットで、薬剤は、酸性ベースのパーマ液なんですけど、GMT とスピエラが入っています。 pH は、5.4.7 とかそれぐらいだったと思います。細めにしてスライスはちょっと厚めで巻いていきます。はい、オンベースで巻いていきます。
はい、そうですね。顔周りのカットラインに合わせて、ロットを収めてきます。前髪も基本平巻きなんですけど、幅が広いので、こう間に入れてって巻きます。前髪は上から巻いていくんですね。はい、上から巻きます。うん、だいたい下3回転の一番長いところで4回転ぐらいです。他はほぼ3回転で、前髪だけ2回転ぐらいです。はいですね。まあ、こんな感じで仕上がって、パンマかかりました。で、上から塩基系のカラーでちょっとイエロー系を、手元の部分はブルー残したところは塗らずに、毛先のところに、毛先というか抜けてるところにイエローをのせてきます。で、根元はこのまま活かします。はい、で、塗ってきます。パーマかかってるんで、あんまりこう引っ張らないように、はい、塗ってきます。で、根元はつけずに塗ってください。あんまりコーム通しちゃうと、玉が伸びちゃうので、こう揉み込むような感じで塗ってきます。色は、イエローをクリアで薄めたものです。塩基製のイエローを入れて、こんな感じでちょっと雰囲気がまた変わりました。で、パーマーも、塩基製なんです、そんなに取れずに残ってます。で、今からちょっと重さを取ってきます。はい、そうですね、まあ、びくような感じで、はい、特にこの耳上と耳後ろら辺も少し取ります。6割ぐらい乾かして、ちょっと今毛先を濡らしてムースをつけていきます。で、トリートメントムースつけます。はい、結構たっぷりつけます。ということは全然固まらない、はい、固まらないムースです。はい、はい、ちょっとスリープの補うみたいな感じです。結構たっぷりですね。はい、たっぷりつけます。なんかこれでちょっとパーマを戻すようなイメージでつけます。